俺は言う、福岡の幼稚園児、俺はダサくないから、普段絶対泣かない、かなりかっこいい幼稚園児なんだ。今日は卒園式、寂しいけど俺は泣かない、そう決めていたのに。ぼっちの冒険。俺があんなに泣いたのは数ヶ月間泣いてなかったからだろ。ちょっと、もうあの子全然折れてこんが。俺が泣かなくなったのはママが原因だった。あんた部屋入るよ。鍵閉めておけ、入れんやろ。倒れ。すぐ。あんた幼稚園遅刻するよ。別にいいや。ダメよ、早く準備しなさい。わかったじゃん。はい、朝ごはん食べなさい。いや、遅刻する気いらんじゃん。ダメよ、朝ごはんは食べな。てか、お母さんの料理まずいけん、嫌よ。なんか言ったか。ごちそうさまでした。あら、もうこんな時間、急ぐわよ。いや、もう走って間に合わんけ、休む。いや、車で行けば間に合うでしょうが。車持ってないやん、うち。倒れ。おい、車よこせ。おい、はい。いや、車あるわよ。さあ、乗っていきましょう。最後。いや、もう捕まるよ。バレンバレン。ふぅ、間に合った。先生、うちの子よろしくね。お母さん、それあなたの車じゃないですよ。あ、これだよ、なんか文句か。いや、お母さん、それ盗みましたよね。証拠あるんか、バケロレ。警察呼びますよ。倒れ。呼ぶな。警察だ、車盗んだのは逮捕。あ、証拠あるんか、証拠。おい、いやってことは逮捕だ。おまわりさん、見逃してくれたらいいことしてあげる。ママ、逮捕されないで嫌だよ。まっすぐ戻ってくるけ。せいぜい数週間で済むだろ。そんな、数週間も離れ離れ嫌だよ。おゆう、ママさやかも、なんすろ、ママなくらガキたすぎやきしょ。だってママと離れ離れになるの嫌やもん。やげんと男らに殴ら、次に殴ら捨てるけん。さやかも、厳しすぎや。マジで絶対泣くなよ。ダサいんじゃ、キモいんじゃ、マジでんじゃ。わかったよ、僕ママに捨てられないようにもう泣かない。そうじゃ、ダサいガキはいらんからの。ぼっちの冒険。こうして俺は泣かなくなったんだ。でも今日は卒園式、さすがに泣いてしまうかもな。いや、お前卒業式で泣くりゃガキよ。ダセー姿見せて恥さらすな。でもママも見に来てるし、周りの人にもダサいと思われたくない。絶対泣かないぞ。ゆうくん、別れ寂しいよ。カズトシ、ダサいと泣くなよ。だってゆうくんと離れ離れになるなんて。ダセーこいつマジ。あいかん、俺まで泣いてしまいそうや。おい、ゆう、ダセー顔すんな。シャキッと押せ、シャキッと。あ、やばい、耐えるかな。それでは卒園式を始めます。もう始まってしまった。何やねんって。まずは来賓のご紹介です。ゆうくんの保護者でもある市議会議員のもつなべさん。おばい、あ、守らんでね。すいません、あの卒業生がねふざけるのは結構あるけど来賓側がふざけるのはあんまない。しょ、ママ何しよう。でも助かった、おかげで涙引っ込んだ。続いて先生による園児への歌のプレゼントです。え、マジで先生。皆さんに向けて歌うのはこれが最後です。皆さん、よく聞いててください。もう最後とか言わんねよ。あー、まあ、やばい、もうこれ聞いたら俺絶対泣いてしまう。寂しいよ。どの水からシャンペーン。卒園式の歌でラップとかないやろ。カップ麺からラブスター、変わらず追われる身、少年 A からスーパースター、おい、福岡市で有名になりたきゃ、人助けがもちろん元になるから。何これ、お歌感動したよ先生。いや、今のどこに感動する要素あった。あ、もう逆に助かった、完全に涙引き込んだ。おい、お前マジで泣くなよ、ガチ捨てるけんな。大丈夫やで、マジ弱っちい姿見せんだよ男らに。ガチダセえかんな。ママにダサいって思われたら終わりや。周りの人にもダサいって思われたらマジで恥ずかしいし、絶対仲良いのせんと。もうすぐ卒園式終わっちゃうよ。おい、ガズトシダサいて。だって弱っちい姿見せんな男なのに、ダッセーなマジで。しょうがないじゃん、周りの人にダッセーと思われていいと。卒園式悲しいよ。泣きすぎ、マジ卒園式泣けろとかダッサい。いや、卒園式は寂しいやろ。いや、俺は絶対泣かん。いや、どうせ泣くけん強がるな。じゃあもし泣いたらなんか言うこと聞いちゃう。じゃあ泣いたらいいねの数かける1年留年ね。やりすぎ、そう、1万年とかないじゃない。泣かんちゃろ。いいや、よし、絶対泣かんぞ。いつまで耐えれるかな。園児代表のスピーチをします。あ、これ感動するやつや。先生、友達、今日でお別れです。お別れか。いや、泣かんぞ。お友達のゆうくんへ。これも泣いてしまうよ。泣けよ、泣けよ、泣けよ。どうしてんの？
いや泣きすぎて何言うか分からんたよ。もうせっかくチャンスやったんザコが。次は親代表のスピーチで、ゆうの親のもつこです。ああ自分の親からのスピーチは泣くな。ゆえよくここまで育ちました。ママいつの間にかこんな大きくなって、はあ、もうこれはもう絶対泣くわ。そして大体もでかくなりやがってよ。どうやクソ殺しとい。いや卒園式のスピーチで切れんの。以上です。ママ感動させんでよ。なんでえ、なんで今まで泣きそうなと。ああもう涙出るやん。おお泣くか。どうなるこれ。あー出る出る。あー涙出る。あーあーあーいけいけいけやめろ。やり方ちょっとエロいけやめろ。ああでもね、こうやって突っ込むのもね、今日で最後か。しょ最後とか言うなちゃ。いや楽しかったよ言うね。まあほんとこうやってね、もうほんと突っ込むのも最後よ。泣かそうとすんなって。いや言う、お前マジで大事な人やったな。ほんまね、でもこれ最後やけんね。あーもうダメや涙出る。おいガキ泣くな。お前出せよお前。おい泣きやめガキ、出せーで恥さらすな。ごめんママ我慢しようとしてたんやけど。出せマジでキシ。最悪や、僕今めっちゃダサいよね。続いては先生からのメッセージです。感動する、いい言葉や。待て、もうそうしよう。まだ何も言ってない。皆さん卒園おめでとう。今日は全員みんなとてもかっこいいよ。僕はかっこよくないよ、泣いちゃったし。いやかっこいいよ。なんで弱い姿見せちゃったからダサいよ。弱い姿を人に見せれる人かっこいいと思うよ。じゃあ何、必死にかっこつけようとしてる俺は泣くよりダサいってこと。いや自分の弱さを隠してかっこつける人もかっこいいと思うよ。結局ダサいとかかっこいいって人によって違うけんね。そんなことを言い出したら何もできんじゃん。そうだから先生はね、かっこよさは自分の中にあればいいと思うよ。どういうこと。結局かっこよさの基準なんて人によって違うんだからさ、人にダサいって思われても自分のかっこよさ貫いてればいいんじゃないかな。じゃあママにダサいと思われてもいいってこと。そう、ゆうくんは弱さを見せないのがかっこいいと思ってるよ。うん、じゃあ今泣いちゃったけど、それでも自分の弱さを必死に今も隠そうとしてる。じゃあ自分の中のかっこよさはまだ捨ててないってことや。確かに。だからママにダサいって思われてもお前まだかっこいいままだよ。今も気にすんな。ありがとう先生。じゃあもう余計なくて。まあでも今日ぐらい泣いてもいいと思うけどな。うん、今までな、ずっと我慢しとったけんな。溜めとった分はね、溜めて溜めて、かよ先生。あーちょっと、泣きすぎた。あ、ちょっと、あ、もういいかも。泣いたらすっきりした。ダサいって泣くなって。人に恥さらしてからみっともねえ。いや先生の言葉で気づいたんだ、人の視線ばっか気にしてる方がダサいわ。ダサい言い訳しやがって。ダサお前マジで。てかかっこよくない人にかっこよくないって言われても説得力ないし。お前ちょ待て。ああすごい、これ全部飲み干した。かっこいいかもしれん。まあ確かにお前の言う通りやな。じゃあ今度からいつも泣いていいぞ。お前の涙は全部俺が飲んでる。かっこいい。おお、こいつにかっこよくないって言われたら説得力あるわ。あ、ちょっと待って、飲みすぎて、やばい。おしっこが、やばい、やばい。あーあ、やっぱダサいよ。おいし。神、神。ぼっちの冒険ミニアツ、ダロマー